左の土骨 A 後ろから B 内側から土骨は中耳にあるハンマーの形をした小さい骨である。キヌタ骨に接続し鼓膜の内面に取り付けられている。鼓膜からキヌタ骨に音の振動を伝達する。土骨は中耳にある。三つの耳小骨の一番目のものであり、鼓膜に付着する。土骨頭はキヌタ骨に付着する大きな突出部分である。 土骨頭は土骨系につながり、さらに鼓膜に接続する土骨柄へと続いている。土骨系と土骨柄の間で、外側突起と全突起が骨から出てくる。土骨は哺乳類に特有のものであり、爬虫類や蝶類の顎関節の一部を形成している、関節骨と呼ばれる規定用膜類の下顎にある骨から進化した。発生学的には、 キヌタ骨と共に第一印刀弓に由来する。土骨は中耳にある三つの耳小骨の一つであり、鼓膜から内耳に音を伝達する。土骨は鼓膜から振動を受け取り、これをキヌタ骨に伝達する。いくつかの情報源によると、土骨を発見したのは解剖学者で、哲学者のアレッサンドロ・アキリニーである。土骨の最初の簡単な記述は、ベレンガリオ・ダカーパイにより、 コメンタリアスーパーアナトミアムンジにないで書かれたものである。ニコロマッサのライバーイントロダクトリアスアナトミアへは、土骨もより詳しく説明し、土骨と絹た骨の両方をマリアリーという小さなハンマーに例えた。ありがとうございます。